舞台照明の例舞台照明とは、舞台を光と闇によって演出する照明技術のことである。また、そのための道具、調光装置、配電設備などを含めた舞台用照明設備のことも指す。舞台照明に携わる人のことを一般に舞台照明家と呼ぶ。日本国内の各地に建設されている多目的ホールでは、舞台を様々な用途に利用できるよう、 常席的な設備が用意されており、催し物によって、照明道具の場所、光の照射方向、調光設定を変更できるようになっている。一方、クラシック専用ホールや劇専用の舞台では、限定された用途の催し物を効果的に演出するための設備が行われている。また、野外コンサートなど仮設舞台では、独特の照明セッティングが行われている。ここでは、 一般的な市民ホールなどの舞台照明を例に紹介する。BL ボーダーライト75から200ワットのハロン円球を舞台の横幅と同じだけ並べたライトで明かりから第一台の長さは一軒または半間である。プラグは 30AC 型コンセントがよく見られる。通常3から4回路程度に分かれていて、電力容量の関係上、上手と下手で分けて6から8回路になる場合もある。 色は W17-71-72 のいずれかを使用することが多い。主に式典や古典芸能などの時にフラットな光が欲しい時に使われ、演劇でもサスペンションライトの回路の数の関係で色を入れて使うこともある。またクラシックコンサートや吹奏楽コンサートなどの時に反射板を展開するがその時の明かりとしても使われる。 対外が仕込み作業などの際に一部だけ点灯して、作業灯とする。常設で釣ってあり、ボーダーライトバトンと呼ばれ、前から第1ボーダーライト、第2ボーダーライトと呼称され、電動、または手動で昇降させる。スースサスペンションライト、通称サス。サスバトンに釣り込む。サスバトンは、器具接続用電源コンセントの組み込まれた、フライダクトまたは、 コンセントボックスを有する装置であり、催し物に合わせて、器具を仕込み使用する。回路数は各ホールによって異なり、決まった数はないが2から40回路以上あり、超高回路とは別に、ムービングライト等を設置するため、磁気回路、ダイヤモード、イーサーンルトがあるところもある。サスバトンは、手動式か電動式の昇降可能な装置である。数量は施設の規模によって異なり、小、 中規模ホールでは1から3本程度、大型ホール、放送用ホールで5から6本以上設置されていることもある。客席に近い方から順に1刺す、2刺す、3刺す、と呼称する。バトンの位置や、明かり体の位置、当てる目的により名前があり、主に地明かり、斜め、バック、狙いなどがある。地明かりは、白とダークブルーの2色が多く使用されて、ダークブルーは、 72がよく使われる。また、転換時に視認しやすいとして、78を使用することもある。フレネルスポットライトを使用し、ムラなくアクティングエリアを照射する。斜めは舞台上の人物やものを立体的に見せる効果がある。一式上下4台設置される。主に突スポットライトが使用される。バックはシルエットを出す効果がある。 用途によって様々な明かり体が使用される。狙いは通称サスと呼ばれ、いわゆるスポットライトである。舞台では、第1サスペンション、第2サスペンションの上手、中央、下手と6台設置されることがある。主に突スポットライトが使用される。明かり体を吊るとき、センターラインから順に吊ると上下バランスよく吊ることができる。プラグは 20AC 型コンセントが多く、 自家回路は 30AC 型コンセントになっている。UH アッパーホリゾントライト。85から 1000W のランプを使う。横幅と同じだけ並べたライトで、長さは1軒、またはハンマであが、400から 1000W の玉が使用されるもの、単独のライトであり、ハロゲンボックスとも呼ばれる。舞台奥の白色、またはクリーム色のホリゾント膜、ホリゾント壁を照らす。 多灯照明。3から8回路以上を持ち、カラーフィルターを使用しその色の組み合わせで多彩な色を表現できる。3回路の場合71、72、634回路の場合72、71、63、22のフィルターを入れることが多い。アッパーホリゾントライトは舞台上に吊っているため多数の色をつけることが可能な、ためホールによっては2段あることもある。 アッパーホリゾントライトだけでは、ホリゾント幕の上半分を照らすので、LH と併用する。プラグは 30AC 型コンセントが主流。多彩な色を表現する。ホリゾントも参照。フロリーダフットライト。舞台前面のヘリや、花道床面に設置してある。横幅と同じだけ並べたライトで、長さは1軒、または半間である。大体は3から4回路で30。 AC 型コンセントが主流。主にバレー等で使われ、立ち位置の目安としてや、足をきれいに見せるため使う。光量が多いと、ホリゾントに影が出るので注意が必要。色は W、17、72などがよく使われる。脚光を浴びるの語源になった明かりでもある。LH ロアーホリゾントライト、通称、ローホリ。横幅と同じだけ並べたライトで、長さは一軒。 またはハンマである。舞台後方のホリゾント膜を下から照らす多等照明。3から4回路あり、3回路の場合72,59,22、4回路の場合72,59,40,22を使うことが多い。5回路以上は舞台を占有するのであまり使われない。通常の舞台では黒くて長い LH を観客から見えないように、 舞台の色に合わせた、ついたてを LH の前に立てることもある。30AC 型コンセントが主流。ホリゾントも参照。横から当てるため、立体感を出すことができる。SS ステージサイドスポットもしくはサイドスポットライト。通称 SS。舞台集中に設置したライト。主に、パーライトや凸レンズスポットを、スタンド、ベースのどれかを使い設置する。 主に人の顔を明るくしたり、大道具、看板を照らしたりするのに使われる。看板を当ている際は、エリスポを使用し、看板の形に四角く投射する。フロアコンセントから電気を取ることが多い。とは、透明タースポットライト。通称当面。プロセニアムアーチの大臣柱舞台側上部に、設置されるライト。SS を置くのに支障がある場合に使われたり、上の方に設置して、 斜めとして使うこともある。設置するときに、当面が昇降しないときは、脚立で登ってすることがある。舞台真上だけの照明だと顔に当たる明かりがなく、表情が見えないので、客席側からの明かりを必要とする。通称、前明かり、前差す。c l シーリングライト。客席の天井、つまり、舞台の斜め上からライトを当てることができる、よう。 観客席天井に明かり体をつる。ホールの規模により、第1シーリング、第2シーリングがあり、さらに2段になっていることもある。小規模ホールなら 500W パーライト、中規模ホールなら1キロワット突レンズスポット、大規模ホールなら1 5キロワット突レンズスポットが常設してあり、大体2台1回路で8回路以上ある。主にまっすぐストレートに、舞台面を当てたり、 特定の場所を狙ったりして使用する。はしごや階段でシーリングライトルームに行ける場合やシーリングバトンを昇降させる場合がある。ピンルームと共用の場合もある。プラグは 20A、30AC 型コンセントが主流である。フロリーダフロントライト。客席内部の両側にあるライトで主に CL の補助的な役割として使われるが、光の方向がはっきりしているので、 夕日などの表現にも利用される。規模が小さいところには設置されていないことが多い。色は、下から暗い色を入れて、上に行くに従い明るい色を入れる。明かり体は主に凸レンズスポットを使う。ピンピンスポットライト、通称ピン。演技者のホロー用スポットライト。主に光量の大きなクセノンピンスポットライトやソフトな光のランプピンを使用する。照明調整室と同じ場所か。 スポットライト専用の部屋を設けて設置する。通常一つのピンスポットライトに対して一人のピンスポットオペレーターが操作する。また、宝塚歌劇団は一人三台操作する。ピンはホールの大きさなどから700から2キロワットのピンを2から4台ほど常設してことが多い。ペンライト近年では観客が持ったペンライトを考慮した演出も行われている。ソニーでは 無線制御により、観客が持ったペンライトの発光をコントロールすることで、積極的に舞台照明として活用するフリーフローを開発した。舞台照明では、数多くの電気回路を効率的に制御し、明るさを変える必要がある。操作部である超高操作宅と、付加設備に電源を供給している超高基板が頭脳であり心臓部となる。 操作宅は近年 DMX 化が増えている。超高器は1回路につき30へ耐えれるようにできており、万が一を考え最大 20A までとしているホールが多い。突レンズは英語でコンベックスなので、頭文字とレンズのインチのサイズを並べて6インチなら C-6,8 インチなら C-8 と呼ばれている。 6インチは500ワット、8インチなら1キロワットの電球が入っている。平凸レンズはプレイのコンベックスレンズなので海外では PC と呼ばれている。凸レンズスポットはエッジがはっきりしているため特定の人を当てる零零年代として使われる。前にアイリスをつけてフォローライト管理として使うこともある。またハレーションもフレネルレンズスポットライトに比べて少ない。 遠い距離から照らすことに向いているので、シーリングライトやフロントライト、SS として使われ、できるだけ絞って光ののラインを見せることができる。ただし、絞りすぎるとレンズの影が出てしまうことがある。また、中心部が暗くなる現象も、一つレンズスポットならではの現象である。フレネルレンズスポットライトは、インチサイズなどで F-6 や F-8 といった言い方はしない。 500W のフレネルなどのように呼ばれる。フレネルはエッジがぼやっとしているため、地や狩りなどをムラのないようにするのに向いている。パールとは、パラボリックアルミナイズドリフレクターパラボラ状のアルミ塗装の反射鏡の略である。パールライトの電球は拡散ガラスとフィーラメント、反射鏡が合わせているため、他の明かり体の電球に比べやや値段が高い。種類としては、AC、VN、 N, M, W がある。AC はエアークラフトの略で飛行機の着陸灯に使われているものを改良したものであり、照射角度が10度12度と非常に小さくまっすぐなビームが出るのが特徴である。定格電圧が 28V 250W の製品が多く出回っており、直列に4台つないで使用する。VN はガラスがそのままで。 ビーム角が12度6度と AC に続いて細いビームを出すことができる。しかし、照射面にフィラメントの影が出やすい。N はガラス面が曇っているのが特徴である。ビーム角が14度7度で太い光のラインを出すことができる。舞台で一番多く使われる電球でもある。M は大きなカクカクとしたのがガラス面にある。ビーム角は28度12度で全体を染めるように、 使うことがある。シーリングやフロントの代わりとして使われることもある。AC 以外は、照射面が縦長になるので、縦芯横芯を調整する。ライブハウスデラパールライトだけしかないこともしばしば、あるくらい、音楽系ではよく使われる。トラスの色と合わせるために、シルバーの明かり体も多くある。サイズは8インチ、4インチが多くあり7インチの明かり体もしばしばあり。 それぞれ643,656と呼ばれている。電球は300から 1000W がある。レンズが2枚以上あるスポットライトであり、ピントも合わせることができる。大きな特徴としてごぼもしくはネタとも呼ばれるものを入れて模様を投影することができる。カッターで様々な形にすることができ、横から看板だけを当てることができる。ハロゲン,ンボックスとも呼ばれる。レンズがなく、 ランプだけの明かりからだである。ロアーホリゾントライトやアッパーホリゾントライト、フットライトなどがこれにあたる。ムービングヘッド光を動かすことで演出をする、明かりからだ。光源にはメタルハライドランプを使用したものが一般的であるが、近年 LED のも多く出てきた。左右540度上下270度回転し、明かり体内にゴボーやアイリス、カラーフィルターなどが内蔵されている。 色や模様が変わって動くことができる。現代ではなくてはならない存在でもありつつある。明かり体を回転させるためマックスからミニまで時間がかかる。ミラースキャンムービングヘッドのように様々な機能が内蔵されているが、明かり体自体は動かず、レンズのすぐ近くのミラーが動く。ミラーで動くため、動きがとても高速である。ランプハウスと種板、先釜の3つからなり、種板に、 スパイラルマシンやスライド、フィルム、ディスクを入れ、様々な効果を出すことができる。先玉と呼ばれるレンズは、様々なサイズがある。一般的な部隊照明機材では、消費電力が大きいことや安全性確保の観点から、家庭でよく使われる平行型はあまり利用されていない。かつては T 型、A 型が多用されていたが、設置局が用意されている C 型への移行が進んでいる。 C 型には 20A、30A、60A と電流容量の異なる3つのタイプがある。最近はムービング等の 200V 以上の機器では D 型が主流になっている。詳しくは配線用差し込み接続機演出空間で用いられる差し込み接続機を参照。ありがとうございます。